はピッチャーの打順ですが、先発の吉川がバッターボックスです。まあ完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。これが3球目、見送っています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。打順は1番に帰ります。バッターヨウ。ツーアウトランナーありません。アウトコース見送ってストライクです。低め、これは外れます。この低いボールは外れます。なかなかタイミング合いません。ツーボールツーストライクです。ボールになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ジャイアンツ三者凡退です。0対0、両チームまだ無得点です。8回の裏、ジャイアンツに選手の交代がありました。セカンドのマギーがサード、サードの伊達を先発のジョンソンが打席に入ります。完封を狙うでしょうから代打はないでしょうね。そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、脇屋一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。吉川、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。打ちました、取りました。2アウトになりました。2番バッター菊池、今日はまだ当たりがありません。2アウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。インサイド変化球外れます。真ん中打ちました。これはどうか、センターに抜けました。ツーアウトからランナー出ました。カープです。ツーアウトランナー一塁、見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。まあそうですよね、完全に山が入ってますからね。バッターは3番丸。今日はまだありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、外野が下がってますね。一塁ランナーの生還阻止を優先した体制ですね。そのようですね。タッチもセーフ。ランナー動いてきませんね。変化球打った、抜けた、センター前に抜けます。センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあカープ、得点圏にランナーを置いています。この試合は1点が大きく左右しそうですから、そろそろ取っておきたいですね。そうですよね。まあそしてこういう場面で打ってくれるバッターですから、期待しているでしょうね。バッターの今シーズンの得点圏打率は3割3分5厘となっています。いやー4番がしっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば先制、バックホームする、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。今のバッティングご覧いただきましょう。まあそうですよね、完全に山が入ってますからね。入っています。いいバッターが続きますからね。彼はこういう場面に強いですよ。さあチャンスが続き満塁の場面、なかなか先制点にたどり着けませんでしたから、この流れで得点したいですね。なるほど、そうですね。ストレート打った、ショートが抑えた、二塁へ送球、二塁アウト、これで3アウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。
先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。8回終わって0対0、両チームまだ無得点です。西さん、両チーム一歩も譲らない攻防を見せてくれてますね。いや本当ですね、これからねベンチの采配というのも一つ、面白みがあると思いますよ。ベンチワークにも注目しましょう。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。小宮山さん、現在のピッチャーの状態ですがどのようにご覧になってますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。あ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。これが2球目入りました。ノーボール2ストライクです。見逃し三振、これで10個目の三振を奪いました。バッターボックスには4番長野、先ほどの打席はセカンドライナーに倒れています。2アウトランナーありません。この球は外れています。入れてきました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、破っていく、センター前、センター前ヒット、ツーアウトランナー一塁。今の投球、小宮山さん、いかがですか。ちょっと気に入ったようなボールですよね。打席には5番バッター脇谷、今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。ボールになります。改めてお聞きします、バッターの脇谷、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、内野安打が多いのが特徴のバッターですね。そうですか。ボールになります。フルカウントです。変化球打った、セカンドライト前へ抜けていく、ライト前ヒット、カープピンチになりました。小宮山さん、100球を超えていますがまだ投げさせますかね。どうでしょう、ちょっと限界のようにも見えますけどね。ああ、なるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。さあ、そして打席には亀井が入ります。さあ、先制を防げるかという場面。まあ、ここまで無失点できてますんで、相手に先取点を渡したくないですね。なるほど、そうですよね。初球から思い切って振ってきました亀井、ボールになります。低め、絶妙のコースに決めてきます。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。スタンド、ファウルボール、空振り三振、ここは投げ勝ちました。バッテリー三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう、非常に厳しい場面でしたが最後は三振を奪いました。ピンチの場面でもこう堂々としてますからね。先制のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。こういった試合ですと、西さん、各選手相当集中力が高まっていると思うんですが、どうですか。まあ当然ですね、バッターはね、レフト線、これは大きな打球、サヨナラなるか、ポール際切れました。入っていればサヨナラでした。仕留めきれませんでしたね。さあ、外してくるのか。一、二塁間、ヒットになった、右中間へのヒット、サヨナラのランナーが出ます。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。欲しい場面なんで遅らせるのがいいでしょうね。なるほど、そうですか。ライトへ上がりすぎたか、ここはフライになっています。ライトフライです。抑えてワンアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは8番石原、ワンアウトになっています。まずは見送り。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。
内へのボール外れました。打った、抜けていった、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ここはうまく打ち返していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。先発のジョンソンがそのままバッターボックスに入ります。続投ですか。どうでしょう、代打でもいい気がしますけどね。そうですね。さあ一打サヨナラという場面を迎えています。バッターボックスには代打の松山。大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。さあここでカープ代走を送ります。帰ればサヨナラ、野間がセカンドランナーに入ります。初球は外、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。さあ追い込まれてしまいました、まあ、次はボール気味に来るでしょうね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ツーアウトになっています。決めて欲しかったんですが三振です。まあバッターにもねプレッシャーかかってると思いますけどね。バッターにも打てたかったんですけどね、このチャンスの間にねしっかり点に結びつけていきたいですね。そうですよね。真ん中打った、ショート正面抑えた、二塁送球、二塁アウトでスリーアウト。カープ2者残塁です。ため息に包まれたマツダスタジアム、9回終わって0対0、両チームまだ無得点です。これから10回ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号30市岡がマウンドに上がります。緊迫感のある中での登板となりました。さあマウンドに上がったのは一岡。アウトコース空振りです。ボールになります。さあ3球目は何か。変化球打った、ショートの左、取った、一塁へ。これは際どかったが一塁アウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライク。右に切れてファウル、ボールになります。次が5球目、変化球で空振りを取ります。バッターボックスには代打の五ノ上。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。アウトコースストレートが決まっています。少し変化しました、ストライクです。あっという間にツーストライクです。インサイド打った、セカンドの左掴んだ、一塁アウト。これでスリーアウト。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。0対0、両チームまだ無得点です。10回の裏カープの攻撃です。そしてジャイアンツがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが何とか打たなければなりません。さあマウンドを任されたのは沢村。さあ西さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。
まあなかなか打つのは難しいですけど。抜けていった、センター前ヒット、サヨナラのランナーが出ていきます。俊足のランナー走ってくるんでしょうか。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあそうですよね、完全に山川入ってますからね。打順は3番丸、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストレート打っていった、大きな打球だ、センターフライ抑えてアウト、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには鈴木、ここは思い切ってエンドランを仕掛けてみたいですね。さあランナーをどう生かしてくるか。ファウルボールです。振り遅れてますね。